磁性流体あるいは MR 流体とは流体でありながら自を帯び、砂鉄のように磁石に吸い寄せられる性質を持つ機能性流体の一つである。磁性流体はマグネタイトやマンガナエンフェライトなどの強磁性微粒子、その表面を覆う海面活性剤、ベース液の3つで構成される磁性コロイド溶液である。磁性流体中の強磁性微粒子は 海面活性剤とベース液の親和力と海面活性剤同士の反発力により、ベース液中で凝集したり沈降したりすることなく、安定した分散状態を保っている。強磁性微粒子は直径10ナノメートル程度であり、インフルエンザウイルスの約10分の1と非常に小さい。流径は大きすぎても小さすぎてもダメで最適な、流径は9ナノメートルとされ、 海面活性剤の分子の長さは短すぎては、凝集が生じてしまい、長すぎては、油の中での金属磁性体の重点割合が下がり、十分な磁性が得られないので1.5ナノメートルが最適であるとされる。地下鉄磁性流体の磁化は2400ガウスで、現在でも世界最高性能であり、多方面への応用が模索される。磁性流体のスパイク現象永久磁石などの磁場を、 発生するものを至近距離に置くと、その磁力線の流れに沿って、磁性流体から角が生えたような突起が形成される。これをスパイク現象と言い,い、流線型に突起が形成される形状は、とても美しく、この現象を利用し、芸術作品が作られることがある。磁性流体は1960年代に NASA でパペルにより、 宇宙服の可動部のシール材や無重力環境での物体の位置決め、機械的な駆動部のない液体輸送用のポンプに使用するなどの目的で研究、開発された。ただしそれ以前にも1931年にビターにより開発された自生体を分散させた溶液や、それを元にしたエルモアによる流体など類似の技術が開発されており、その起源をどこに定めるかは、 磁性流体のどのような特性に注目するかにより多少変化する。また、それと、ほぼ同時期に、東北大学でも下井座からも磁石に吸引されるコロイド溶液の報告を行っている。1989年に中谷勲によって活性液面連続真空上着法を用いた製法が開発された。初期の頃は、材料の塊をボールミルや、 ジェットミルなどで砕き、ナノメートルの大きさまで小さくする方法が利用されたが、素材によっては粉砕の過程で編成するので適用できず得られる流刑も均一ではないので分粒工程を用した。その後、原料となるイオン、または削体を還元剤、または電気科学的に還元し、凝集させてナノ粒子化する凝集法や原料をそのまま、 あるいは単体に単純させて、加熱分解する、熱分解法、プラズマガス中で蒸発させる物理基礎成長法、レーザー蒸発で急速に蒸発させるレーザー、蒸発法、基礎中で、化学基礎成長で、化学反応を起こす、化学基礎成長、回転する、真空ドラムの中に、油とそれに溶ける、海面活性剤を入れ、 ドラムの中央に金属を摂氏に0 0 0度近くまで加熱される蒸発源を配置し、微粒子を製造する活性液面連続真空蒸着法が用いられる。磁性流体のベース液は目的や用途に応じて選択される。また、磁性流体はベース液に対応した海面活性剤が必要である。よってどんな流体でも磁性流体にすることができるわけではない。 ありがとうございます。